11号馬森ゆこ番が最後にゲートに入ります。体制完了です。スタートしました。東北社大が好スタートを切りました。それから坂本デラブが出てまいりました。内を回りまして丸経験バンジャンプ、中をついてハスノデジュール、さらには有効マイケルなど直線コースに入りました。外を回りましてぐんぐん飛ばして出てまいりまして9番坂本デラブがリードを取ります。坂本デラブがレースを引っ張ります。2番手には丸経験であります。外を回りましてバンジャンプ、ハスノデジュール、外を回ります。内を回りまして1番のキャニオンビーチも先行集団を追走していきます。第1コーナーで右にカーブ、中をついて4番ラストワール、後下がりまして7番の東北社大が続いています。後方下がりまして有効マイケルが外を回ります。内を回りましてさらにはトキオフェニックス並んでいます。2馬身後方8枠2頭北のタイトル森ゆこ番と並んでいます。2コーナーカーブしていきまして向こう正面出ていきました。先頭から差で15、6馬身になります。坂本デュラブが先頭でリード2馬身あります。抑えて逃げています。2番手にはマルケゲンが追走、外を回りましてバンジャンプは現在2番手争いであります。外を回りましてハスノデジュール、内を回りましてキャニオンビーチも頑張っています。3コーナーこれから回っていきますが、あとは外を回りましてダストワールが追い出し体制。ダストワール残り400を切りまして3コーナーカーブ、有効マイケルがスタートしています。有効マイケルがスタートして中段の現在5番手争いであります。マルケイゲンバンジャンプ先頭、4コーナーカーブ直線に入ったバンジャンプ先頭、マルケイゲンが内で粘る。外からキャニオンビーチが追い込んでくる。外から有効マイケルが突っ込んできた。有効マイケル追い込んだマルケイゲン2番手争い、先頭バンジャンプ先頭通り、バンチャンプ勝ちました。バンチャンプ2番手争いは並んで入っています。有効マイケルとマルケイゲン